伊藤古町園は、かつて存在した、日本の化粧品メーカーである。味噌のおしろいで知られ、出版社、原文社を起こして、出版事業も行った。第二次世界大戦後の、パピリオの前身である。1900年、岐阜県令、長谷部広連の次男であり、フランスパリから貴重した科学者で、東京市京橋区南鍋町2丁目三番地で、出版社。 十一道を営んでいた、長谷部中彦が、日本初の純務園で健康を害さず、使用に頼るおしろいを発明、販売した。同年5月10日の皇太子、義人新王の成婚の際に献上した。古町、兵士のアゲハモ門から。1904年、長谷部が、フィリップ・フランツ・フォニシーボルトに学んだ。 近代医学の父こと、伊藤玄木の四男、伊藤久氏と組東京市芝区で、古町園を創業、大正天皇夫妻に献上したことから、五両味噌のおしろいと命名して製造し、1906年から、後に、三輪石鹸で知られる、三輪の全米の丸宮が販売した。紙箱は、四つ役の、なお、山道が、製造、納品した。古町とは、 この国の蝶のことで、アゲハ蝶を指す。後に商標となり、社名ともなった、パピリオは、アゲハ蝶の学名パピリオに由来する。化粧品業界で、おしろいの味噌のは、歯磨きのライオン、クリームのレート、クラブの荒い子と並ぶ、明治の四大覇者と呼ばれた。味噌のおしろい明治37年に、伊藤古町園から発売された、無縁おしろい。明治の末頃までは、 役者や芸者を中心に、使用感、仕上がりの良さから、鉛中毒をもたらす円箔庫が使われていた。豊かとよほぎの舞、ことぶき舞が描かれ、五両味噌のお城い東京芝古町園近生発あたい、元丸宮商店と記された広告が書き写されている。清水清風著、東京名物百人一首明治四十年八月、味噌のお城より、 抜粋1909年に伊藤古町園に称号を変更した。1911年2月23日、初代伊藤栄が死去、1873年8月生まれ、慶応義塾、東京高等商業学校を卒業した、長男、健吉が2代目、伊藤久氏を襲名、社長に就任する。1916年12月22日、 すすきだきゅが、大阪毎日新聞有刊に連載していた、沢の第211は、狂人の書に登場している、伊藤玄木の孫とは、二代目のことである。1916年に、同社は、出版社、原文社を、設立、主幹に、結城むにさんの長男で、元、国民新聞記者、元、東京米友新聞主幹、元、 帝国新聞主管の結城霊一郎を採用した。原文社は、新演芸、新家庭、花形、姿勢といった雑誌を発行、多数の書籍を出版した。同社の編集者には、鈴木千三郎、長谷川美乃吉、中木天一、内山佐平、服鳥博史郎、堀川寛一、小林徳次郎らがいた。同社は、1926年頃廃業している。 1921年、味噌のコールドクリームを発売。1925年、丸宮との総代理店契約を解消し、伊藤子町演が販売も行う。同年、味噌のコンパクトを発売。1926年、新味噌のおしろいを発売した。1929年7月28日、二代目伊藤久氏が57歳で死去する。 1934年7月、三代目、伊藤久氏が、父とその事業を、執筆、同社が発行した、パピリオ、写真はキアゲ派、学名パピリオマチャオン。同社が、無縁おしろいを始めて30年、無縁はすっかり主流になり、1930年に、有縁パク子の製造禁止、1934年に、販売禁止となり、無縁おしろいの競争が激化する。 この頃洋画家の佐野茂次郎が入社、パピリオのロゴデザインを手掛けた。同時期、後の暮らしの手帳編集長、花森安辻が宣伝部に入社、佐野に指示した。1933年、味噌のつぼみおしろいを発売。1935年、パピリオおしろい発売。パピリオブランドがスタートする。1936年には、 パピリオ口紅を発売した。1948年、株式会社パピリオに解消した。1950年、マネキン宣伝を開始。1974年、定人がパピリオを買収。ユイモリアスが社長に就任、株式会社定人パピリオとなった。ユイは、翌1975年10月27日、社団法人アザブ法人会の 第四大会長に就任した。1987年、アサヒペンが、帝人から、帝人パピリオを買収。パピリオは、アサヒペンの化粧品部門のブランドとなったが、やがて化粧品部門から撤退。1990年、つむらが、アサヒペンからパピリオを買収。つむら化粧品株式会社を設立も、1997年には、つむら化粧品は生産された。 2004年映画、君の名は、とのダイアップや、オリリーカバーマークで知られる、大阪の化粧品メーカーピアスが、パピリオの商標権を獲得し、パピリオ株式会社を設立したが、これは、古町園に始まる歴史とは、資本的にも、人的にも関係がない。ありがとうございます。